ファイアフライ飛行する、ファイアフライ FR マーク、放射作機、Z2118 号機ファイアフライは、イギリスのフェアリー社が開発し、イギリス海軍の艦隊航空隊などで運用された、複雑艦上戦闘機。フェアリー社のフルマー戦闘機の後継機として、開発された。愛称の、ファイアフライは、ホタルのイ。イギリス海軍は、使用ガキ N540 を発行したが、この内容は、 感情複座戦闘機を開発するというものであった。当時イギリス海軍は何もない洋上で安全に行動、帰還するためには操縦士の他に、広報士の蒸気した複座であるべきとして、戦闘機においても複座に重点を置いていた。しかし、日米の戦闘機は単座でありながらも問題なく、洋上広報をこなして行動できていた上、複座であることは、重量の面からも、 短座戦闘機に対して明らかに不利であり、実際にフルマーは近代的な短座戦闘機に敗北を起死している。この仕様に基づき、フェアリー社の HM チャップリン率いる設計チームが開発したのがファイアフライである。エンジンはロールスロイスグリホガイアイビーエンジンが使用されることとなった。この機体は戦闘機としては当時かなりの大型機であったフルマーよりもさらに重く、 時長では、およそ 400kg、全備重量になると1.5トンほども重たかった。この時長 4254kg は、空軍戦闘機であるスピットファイアのおよそ倍、全備重量 6359kg は、重量型で悩まされた、バラクーダ爆撃機の全備重量とほぼ同じ数値である。しかし、フルマー以上に、空力的に洗練された、機体形状。 フルマー AMK2 よりも出力が 400HP 程度上昇したエンジンにより最高速度はフルマーマーク2型よりも 60km ほど上昇している。また後方圏通信士が座る後部座席は密閉型となっており後部座席が基銃座を兼ねることが多い単発福崎においてこの機体の外見的特徴となっている。フラップには新たに特許を得た。 ヤングマン式と呼ばれるフラップを採用、低速下での高揚力を実現、空母への高い着艦性能を保有することに成功している。1941年6月にはすでに200機の発注を得て、9月にはさらに100機もの追加発注をされた。この機体の試作機は、1番機が1941年12月22日に飛行、2番機は1942年6月4日。 3番機は同年8月26日に初飛行した。1942年6月にはさらに300機の発注がなされた。そして1942年8月26日に生産が開始し、その後1943年3月4日に最初の生産型であるカイマーク I 型がイギリス海軍ヨービルトン航空基地に引き渡された。 ただし実戦配備は引き渡されてからしばらく、後であり、10月になって、第1770飛行隊の結成とともに、配備されたのが、初の実戦部隊配備となる。そして、実戦参加はそれよりも10ヶ月ほど遅い1944年10月であり、空母インディファティガブルに、同航空隊が配備されてからであった。ファイアフライ初期の任務は主に、 ドイツ占領下にあったノルウェー沿岸における武装偵察及び街頭海域での敵船舶攻撃であった。また、1944年8月24日に行われたティルピッツ攻撃では攻撃隊の護衛任務を行っている。なお、この護衛は大戦770飛行隊が行っている。ドイツとの戦いが一段落した1945年には太平洋に進出。 イギリス太平洋艦隊の他の艦隊とともに日本軍が占領したオランダ領東インドの声油所や飛行場攻撃に10時、1945年7月には東京上空に進出した。これは第二次世界大戦におけるイギリス軍要機としては初の日本本土上空進出であるとされる。カナダ海軍所属のファイアフライ戦後になるとファイアフライは イギリス海軍をはじめカナダやオーストラリアでも使用されており、カナダ海軍は65機の AS マーク小型を1946年から1956年まで使用していた。オーストラリアは AS マーク小型東格型を運用し、空母シドニー関西機やナウラ近郊に位置するアルバトロス空軍基地において使用した。英連邦以外ではオランダが使用しており、 1946年1月18日から6月20日までに30機の F マーク I 型をイギリスから受け取り、その半分は独立戦争の緊張下にあるオランダ領東、インドに配備された。ファイアフライは朝鮮戦争でも使用されたが、イギリス本国では1956年にガネットと交換され、前線任務から退いた。なお、その生産数の多さから、現在でも、 可動機が複数存在している。ファイアフライは同時代のイギリス海軍戦闘機の単一生産数としてはかなりの生産数を誇っており、戦中、戦後合わせて1702機とされる。そのため派生型も多く、かなりの種類が存在する。ただし、ファイアフライが生産された1943年頃になるとイギリス海軍も 複雑戦闘機の戦闘機としての限界は認識しており、偵察戦闘もしくは戦闘攻撃任務が主となった。第二次大戦で使用された主要な型であるマーク I 型についても、後期生産型はアメリカ製アッシュ体水上艦船レーダーを搭載した FR 型であった。 この FR マーク I 型は376機製造されており、前期生産型に当たるい型の429機と合わせて MKI 型のみで全生産数の半分近くを占める。この他かマーク I には、回 m マーク I 型を FR マーク I の仕様に回収した回 m マーク IA 型、そして FR MKI 型の通信機を別種に交換。 シュラウゾ付きの排気管を取り付けるといった回収を施した夜間戦闘機型の NF-MKI 型が存在する。また、AL-Mark-X レーダーを装備した夜間戦闘機タイプの NF-Mark-2 型が37機生産されたとされる。これらの型はエンジン乾燥や形状の大幅な変更がなく、MKI 型の派生型と呼ぶことができる。その後、 エンジンをグリフォン61エンジンに換装し、機種にラジエーターを取り付けた戦闘機仕様の f マーク3型が開発され、プロトタイプが1943年4月18日に飛行したが生産されなかった。それに続き、エンジンにグリフォンエンジンの70番台を使用し、翼の形状を変え、レドームを右翼に追加燃料タンクを左翼に配置したタイプが提案された。 グリフォン72エンジンに乾燥したマーク3とグリフォン74エンジンに乾燥した3機のマーク I 型が44年から45年にわたってテストされたが結局後者のグリフォン74エンジンを搭載し提案された改良を施した回マーク4型が生産されることになった1945年5月25日から生産が始まったが 結局終戦までには配備されず、配備が始まったのは戦後である。また、マーク4型には、戦闘機型の F マーク4型の他に、左翼の燃料タンクをアッシュレーダーに換装した FR マーク4型が存在する。この型は合わせて160機生産された。マーク小型は、基本はマーク4型と同様の型であるが、内部的な改良が行われていたとされる。 1947年12月に初飛行した、この型は派生系を含めて、全352機製造され、FR マーク小型、NF マーク小型といった派生型が存在する。もう一つ派生型として、AS マーク小型が存在する。これは対戦装備型であるが、装備はアメリカ製である。なお、イギリス製装備を装備した型は、AS。 マーク6型と呼ばれ、こちらは1949年3月に初飛行し133機が生産されたとされる。1951年10月にはグリフォン59エンジンに換装したエースマーク7が初飛行した。この機体の特徴としてキシュラジエーターがあり、これはマカイ型の構造が復活したことになる。キシュラジエーターはマカイの時に問題があったとされ、 マキブでは、翼の付け根に移動されていた。ただし、AS 型として生産されたのは、ほんのわずかであり、総生産数151機のほとんどは、T マーク7型として生産された。T は、トレーニングの頭文字であり、練習機タイプである。マーク7型は151機のほとんどが、T 型として生産されたが、マーク7系列にはこの他に U マーク8型がある。これは、 T マーク7型を回収した無人標的機であり、34機がこの型に回収されたと言われる。また、マーク5に同様の回収を施した U マーク9型が存在し、40機がこれに回収された。練習機タイプは最も多くが、練習機になったマーク7型の他に各型に練習機タイプが存在している。マーク I 型は、 戦後2回マーク I 型を回収した T マーク1型と T マーク2型、T マーク3型が存在する。他には標的栄光機に回収した TT マーク1型が存在している。なお、これら練習機型は実戦機型と形状が異なっており、後部座席が一段高くなった構造となっている。またマーク4型からも、 標的栄光型の TT マーク4に回収されたものが存在している。マーク r 型には練習機タイプの T マーク5及び標的栄光機の TT マーク k 型と TT マーク6型があり、これらはいずれもオーストラリアで回収されている。なお、TT マーク4 i 5 6型はいずれも少数が回収されたのみである。以上の方をまとめると以下のようになる。 マーク I3 面図初言性のオブソただし生産型のマーク I の後期生産型にあたる334機はグリフォン12エンジンが使用されている。このエンジンの馬力は資料によってばらつきがあるが 1760HP から 1900HP 程度であるこのフラップの具体的な構造については外部リンクにある動画を参照。 翼の仮面に収納される形となる頭文字の F は戦闘機ファイターを表す F である。また、第二次世界大戦で使用されたファイアフライの大部分はこのマーク I 型とその派生型である。なお、この型について変え方は両翼が燃料タンクで FR 型は左翼にアッシュレーダーを装備した型であるとするものが存在する。このグリフォンエンジンは グリフォンエンジンの一覧に存在していない。また馬力も不明なことから、57とする見方があるが57。エンジンは 2000HP 以下のエンジンであり、アブロシャクルトンに搭載されたものである。こちらは、イギリス製装備型のエース、マーク6型を回収した機体であるとも言う。ありがとうございます。